霊夢聞いてくれ、またいいものが手に入ったようだ。うん、いいものってこれだ。これジャミングポットだ。うん、何これ、なんかの鉄の塊、何に使うのこんなの。ちょっとサイズも大きそうだし、なんかでっかい鉄くず拾ってきてもらっても困っちゃいますよ。まったく何言ってんだ。これがまた超重要なものなんだぜ。もうニュースなどでも何度も触れられているが、ウクライナ軍がハルキウ方面で大攻勢に成功し、領土をがっつり奪還したことは覚えてるな。そりゃもちろん。北東部のイジュームとかよね。兵団の要みたいな感じで超重要だったとか、そのイジュームからロシア軍が撤退したのは記憶に新しいけど、あまりにも早すぎる撤退で、いろんなものを放棄していた結果、ウクライナ軍にとっては宝の山となっているようね。軍需品とか弾薬とか、思わぬ大収穫、とは聞いてましたけど、ウクライナ国防省の公式アカウントがツイッターで、ロシア軍から大量の弾薬を贈り物として受け取ったけど、私たちは犯罪者のプレゼントは受け付けないので、近日中に全部お返ししますとか言って、めちゃくちゃ皮肉効いたツイート投稿してたのも記憶に新しいですよ。ロシア軍から奪った弾薬使って、ロシア軍に攻撃仕掛けてやるぞって脅しだな。ロシア軍は装備品や物資をあまりにも多く置き去りにしていったことから、よほど混乱していたことが想像できるな。すごい量であることは写真からもよくわかる。これはもはや撤退というよりも、改装という表現の方が正しそうな状況だ。そうですね。まるで夜逃げのように身一つで出ていったような。この結果、ウクライナ軍はハリコフ州の多くの領土を取り戻したのみならず、少なくとも新しい旅団を編成できるほどの軍事装備を露獲した、なんて話も出ているぜ。ロシア軍ったら太っ腹じゃないですか。ロシア軍としては提供するつもりはなかったろうがな。まあでも、ウクライナ軍にとってはありがたい話だ。それだけたくさんあった露獲品の中でも、特に嬉しい露獲品があったんだ。なんやろ？ロシア軍は一体何を置いていったのかしら？すっごく大きな爆弾とか、大量の弾薬などの物資より嬉しい露獲品なんて思いつかないです。霊夢、そうか。思いつかないか。では教えてやろう。それがこちら s 方位 30SM のジャミングポットだ。いやだからこれ何よ？何のパーツかもわからないんですけど。ということで今回は、ロシア軍もう発狂もの、最新戦闘機の墜落で、長期密軍事情報が詰まったお宝を露獲されてしまうと題し、ロシア軍が置いていった軍事物資、そしてその中でも、特に重要なジャミングポットの内容について解説していこう。今後もこのチャンネルでは、軍事と兵器に関する最新情報や歴史的なテーマを取り扱います。面白かった、興味深いとか思ったら、高評価ボタンをよろしく頼むぜ。気になった点や質問などあれば、コメントもよろしくね。いつもコメントしていただける方、本当にありがとうございます。励みになってます。それでは皆様、ゆっくりしていってね。今回のハリコフ近郊でのロシア軍の大規模撤退によって、ウクライナ軍は各地でロシア製の様々な軍需品を露獲できたことが連日明らかになっている。例えば、T-80BV や T-80U といった戦車。T-80 は旧ソ連製の戦車の代表格である T-72 とは異なり、ロシアを代表する高性能かつ、高価な戦車として知られている。少なくともこれらの T-80 系列の戦車を、重量近く露獲することに成功しているんだ。すごい状況ねこれ。ガチでダットのごとく逃げ出した。って印象、T-80 なんてソ連製の兵器でも高価で高性能ってことで有名なわけだし。これは嬉しい露獲品ですね。また、大規模な弾薬庫を丸ごと放置していることも大変話題になった。イジュームから撤退したロシア軍が使用していた貯蔵庫には、何百もの対戦車地雷、対人地雷、輸送用のトラック、そしてもちろん頭の上にまで積み重なる大量の弾薬。西側メディアは、ロシアよ、プレゼントをありがとうとのことだ。西側メディアは皮肉の効いたコメントが大変好きなことで、それにしてもこんなにたくさん。ロシア軍も惜しいことをしたわね。たくさん持ち出すのは大変だと思うけど、少しだけでも持っていった方が良かったんじゃないかしら？いわゆる撤退だったら、少なからずこういった弾薬も持ち帰るだろうし、戦闘を行ったのであれば、弾薬やその他の兵器の数も減っているはずだ。そのことを踏まえて、弾薬庫に山積みになった大量の弾薬の写真を見てみると、この地のロシア軍はほとんど戦闘をする暇もなく一目散に逃げ帰った、ということがよくわかるな。ふむふむ。ロシア軍はよほど慌てていて、持ち帰ろうにもそれができなかったことがわかると、弾薬なんていくらあっても嬉しいでしょうしね。
ウクライナ軍にとっては。さて、このイジュームの地で発見されたロシア軍の兵器や軍事物資は他にもあったんだ。それが冒頭でも述べたスホーイ 30SM だ。スホーイ 30SM は名前の通り、ロシアの多用途戦闘機スホーイ30の派生モデルだ。スホーイ30といえば、ロシアを代表する近代的な戦闘機の一つですよね。もともとあったスホーイ27が制空戦闘機だったから、それに色々とアビオニクス搭載していく形で、がっつり多用途戦闘機化したって感じだったわね。もうなんかロシアの兵器にめちゃくちゃ知識偏るようになってしまったわ。その中でも、スホーイ 30SM はアビオニクスをロシア製の最新機器に変えたものであり、もちろんロシア製の戦闘機の中でも、最新中の最新モデルである、霊夢はさらっとアビオニクスという言葉を使っていたが、アビオニクスは簡単に言えば電子機器だな。通信機器とかレーダーとか、飛行制御システムとか、まあなんか色々ある印象ね。今回発見されたスホーイ 30SM は、実は9月のハルキウ大攻勢の際に撃墜されたというわけではなく、ロシアによるウクライナ侵攻が始まった直後、3月の頭だな。ウクライナに攻めてきた機体を、ウクライナ軍が撃墜したものとのことだ。撃墜地点のイジューム近辺がずっとロシアに占領されていたため、今になってやっと撃墜したスホーイ 30SM の残骸を発見できたというところだ。あ、ロシアが墜落地点を占領してからも、ずっと放置されっぱなしだったってことね。ちなみに、こちらの機体は2018年にロシアの空軍部隊に新しく配備された機体のようだ。そのことからも、ロシア製の兵器の中で相当新しい部類であることがよくわかる話だな。ちなみになんだが、イジューム近辺で撃墜したスホーイ 30SM は2機発見されているぜ。こちらのスホーイ 30SM、1機あたりの価格は5000万ドル。今のレートで70億円くらいだな。2020年にはベラルーシでこのスホーイ 30SM を12機調達することが決まったものの、これはもはやベラルーシの年間国防予算に匹敵する金額だったようで、ベラルーシ国内のメディアには批判の対象になっていたようだ。これはもうはっきりロシアの圧ですね。お前、守ってやるからこれ買っとけよと、ヤーさんで言うところのみかじめ料かな。いや、物があるだけいいのか。それだけの戦闘機なんだったら、ロシアの最新技術が盛りだくさん。ってことですかね。そういうことだ。特に、冒頭で説明したスホーイ 30SM のお宝であるジャミングポッドとは、もちろんこれら撃墜したスホーイ 30SM から露覚された代物である。では、このジャミングポッドが、どういうものなのかについても見ていこう。ジャミングポッドとは、すなわち戦闘機などに搭載される電波妨害装置のことだな。例えば戦闘機が敵陣に入って攻撃する場合、もちろん敵陣による地対空ミサイルなどの攻撃がある。現代戦においてこのような地対空ミサイルは、レーダー等の電波誘導によって着実に実体に向かってくるため、操縦を駆使して回避するということは、ほとんど無理に近いんだ。このような実体に向かってくるミサイルの誘導を妨害して、戦闘機の生存性を高めるためにも、電波妨害装置というのが存在するってわけだ。地対空ミサイルの誘導って、避けられないくらい強力なものなんすね。その追跡から戦闘機を自衛するためにある装置なのね。ジャミングポッド、うむ。この機能を果たすのがジャミングポッドだ。ジャミングポッドは、その名の通りジャミングを行うポッドって話だ。ジャミングとはすなわち電波妨害であり、地対空ミサイルが誘導電波によって誘導されることを逆手に利用して、相手の電波に覆いかぶさるような妨害電波を発し、敵ミサイルの誘導を無効化できる、って感じだ。ほえ、ジャミングってそんな感じにやるのね。技術が新たな技術の進歩を生み出すって感じ、現代の技術の凄さを感じますわ。実際、技術としてはとても近代的なものの一つで、戦闘機搭載型のジャミング装置は、1960年代以降から搭載されるようになったものだ。最新鋭の戦闘機は機体内部にジャミング装置が施されているものも多いんだが、スホーイ 30SM はこの写真の翼端部分にあるように、機体外部に装備するような場合もあったりするんだ。ああ、この翼の端っこについてるのがジャミングポッドなのね。意識してなかったけど、これが電子妨害を起こすパーツだったんですね。ちなみにこちらのポッド、右翼と左翼で見た目はほとんど一緒でも役割は異なる。右翼端に装備のポッドがジャミングポッド、すなわち電波の送信機であり、左翼端に装備されているものは敵のレーダーを受信、感知するもの。すなわち受信機となっているようだ。はい、受信用と送信用があるのか。これはまたややこしい話ですね。パッと見じゃ全然わからなさそう。で、今回発見されたのが、スホーイ 30SM に搭載されているジャミングポッド SAP-518SM レガータとのことだ。こちらの写真でもわかるように、雑木林の中に放置されている様子がうかがえる。
ボコボコに凹んでいて、まるで壊れた機械を山に投棄したみたいな写真だわ。何もわからない人からしたら、これがお宝には到底見えませんね。本来であればこういった機密情報の高い電子装備は、ロシア軍によって回収されるはずであるものの、回収に人員を割く余裕がなかったのか、戦場の最中であったために回収が難しかったのか、このように放置されっぱなしであったということのようだ。でもこれってウクライナ侵攻開始当初に撃墜されているのよね。戦場の最中とはいえ数ヶ月は経っているから、さっさと撤去すべきものでもあったような。まあ、ロシア軍もまさかこんなに早く大撤退をすることになるとは思わなかっただろうしな。後で処分しておけばいいとでも思っていたのかもしれない。というかほぼ確実にそうだな。で、ウクライナ軍に取られるわけね。こちらのジャミングボットももちろん大変貴重な電子機器の塊であり、ウクライナに露覚された今、西欧諸国によって内部のコンピューターチップなどの様々な電子部品の解析が進むだろう。これはロシアのジャミングボットの性能の分析につながるわけで、この装備の解析が進めば、ロシア軍の電波妨害機能の対策が行えるようになる可能性が高い。最新戦闘機戦場に送り込んでも、対空ミサイルでボコボコにされてたら悲しいですわねー。弾薬庫の中身はともかく、これだけは回収しておくべきだったわねー。ロシア戦闘機の解析が進むばっかりですよこれ。この SAP-518SM レガータの他にも、もちろん今、続々と西欧諸国にロシア軍の最新戦闘機が集まって解析が進められているな。例えば今年4月にウクライナ領内で初めて撃墜されたと報じられたスホーイ35、ロシア軍が実戦配備する中では最も先進的な戦闘機で、こちらも最新のアビオニクスを搭載しているんだ。そういえばクラスハ4とかもありましたね。ロシア軍の最高機密レベルの電子戦システムだったとか、3月中のツイートでめっちゃ話題になっていたのが記憶に新しいところですよ。これらの最新電子機器は、すでにアメリカなどに送られており、着々と解析が進められていることが明らかになっている。加えて今回の SAP-518SM レガータの露覚は、ロシア軍の電子機器の解析にさらなる進展をもたらすだろう。うおお、今回ウクライナは領土を一部奪還することもでき、おまけに弾薬や戦車などの物資を得ただけでなく、一番重要な電子機器の情報までも手に入れられたわけね。これはもうロシア製の兵器、どこも買ってくれなくなっちゃいますよ。今回のウクライナ戦争どころか、軍需産業にも多大な影響を及ぼすだろうな。といったところで今回の解説は以上だぜ。このチャンネルでは他にも兵器や軍事に関する動画を上げているので、他の動画もぜひ見てくれだぜ。これからも興味深い軍事に関する動画を上げていこうと思うので、高評価、コメントもよろしくお願いします。それでは皆様、ご視聴ありがとうございました。